高須委員長が松本人志さんをめぐる一部の報道に対して松本さんにぶら下がるなどという趣旨の見出しがついた一部メディアの記事を添付し、ばっかじゃないかとお怒りの気持ちを表明されていました。高須委員長は松本人志さんにぶら下がるというより、松本人志さんを押し上げようとしているというのはご本人のおっしゃる通りかと思います。